ドラゴンクエストビルダーズアレフガルドを復活せよ、こちらにつきましても、私がプロデューサーをしておりますので、引き続き私の方からご紹介させていただきます。本作は、ドラゴンクエスト完全新作のゲームでして、ブロックメイク RPG という新たなジャンルに挑戦したタイトルとなっております。それでですね、まずはじめにゲームの世界観についてご紹介いたします。もしわしのあら、やっちゃいましたね。入っていっちゃいましたね、はい、これ大丈夫ですか。いや、もうダメですね、これは。あ、これは危険なフラグですね。あらららら、あ、これ終わっちゃいましたね、これね。あ、そうなんですよ。あの、非常に短い。みんなどうなの、荒廃してしまった、まあ、町山をですね、じゃあゴーレム置けるんですかみたいになっちゃいますよ。そうですよね。ゴーレムが先ほどね、フィールドにも本邦初公開となる、開発中の映像よろしくお願い。このようにブロックで表現された世界ですね。本来は明るい、今明るいですけど、実は支配されている大地は暗くなります。ああ、そっか、支配されてるんですもんね。そうですね。あ、これはって今土のブロックを拾ったところですね。削って木も削って、はいはい、木材をゲットする。結構サクサクと。そうですね、サクサク、あの、はい、素材を取ることができます。ね、取れますね。まあ、集めた素材を作業台で薬草を作ったり、その際が、ええ、木の扉を作ったりですね。まあ、せっかく木の扉作ったんで、今これは家を作ってるんですね。本当にサクサク自分の好きな通りに、ええ、とても簡単に作れます。ちょっとドラクエらしいですね。ええ、ベッド飛ぶんでしょうかね。もちろんベッドで寝ることもできるんじゃないですかね。いいですね。やっぱりこの宿屋の看板は必須ですね。なんかスライムがいる。なんかスライムいましたね。中にいましたけど。家の中にスライムいましたね。これ自分でこういう、まあ、集落的なものを作って、まあ、ちょっと作り込んでいくと村人とかも生活するような人が来るんですね。メッセージもついてましたね。これあのドラゴンクエストの世界をこうイメージした街を作ったり城を作ったりしてたところです。宝箱もありましたね。次はあのモンスターを狩るところですけども、モンスターとのアクション、バトルはアクションになります。これメ今メラをブロックで避けたり、ね、ジャンプで避けたり。これはそんなことが、あ、おー、死にまった。死んでしまいました。情けない。あ、ドラキーが。そうですね、実はこの高い山でドラゴンクエスト登れなかったんですけど、このゲームは関係なく登れますね。こうブロックを積んでいくことで。おー、はい、いかがでしたでしょうか。いやー、堀井さん、こんなに自分で作れるっていうのは本当に。そうですね、いやということで、藤本さん、どうもありがとうございました。どうも。